シャトゥーは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。パリの西の郊外にあり、ルノアールが多くの絵を残した場所として知られている。シャトゥは、パリの 10km 西、セーヌ川に面している。サンジェルマーナンレートは 6km、ベルサイユとは 10km 離れている。コミューンの東は、セーヌ川を挟んで、リュエイユ・マルメゾンと向かい合っている。 セーヌ川に浮かぶアンプレッショニスト島では、毎年3月と10月に、古物品及び、ハムミホ本市が開催されている。シャトゥーからパリを眺めるシャトゥーのセーヌ菓子にある、モンメゾンフルネーズ。現在は、博物館船遊びをする、人々の昼食シャトゥーとは、ガロローマ時代の人名、カタスに由来する。シャトゥーの地にはかつて、ローマ人のビッラがあった。6世紀以降、 ビッラの周囲の村が成長し、メロビング町時代には他の村も現れた。9世紀以降村は成長し、シャトゥーとクロワジーの領主が勢力を拡大した。住民は基本的に漁業とワイン用ブドウ栽培で生計を立てていた。ノルマン人がセーヌ川一帯へ進行しても貿易が妨げられることはなかった。11世紀に 初めて教会が木造で建てられ、以後も同じ場所に教会が再建されている。13世紀の記録には、村の長茶と、または、仮想と書かれていた。1374年、シャルル五世時代の地主で王の宮廷管理、ジルマレがシャトゥー領主となった。このジルマレは現在ほとんど忘れ去られているが、当人王の友として、輝かしい立場にあった人物で、 1369年には、王の名を冠した、図書館を管理していた。シャルル五世の図書館は後に、王家の図書館となり、現在のフランス国立図書館へと至っている。1762年、アンリ・レオナール・ジャンバティスト・ベルタンがシャトゥーの領地を買い取り、古い城を修繕し、ジャック・ジェルマン・スフロの図面で新たな城を建てた。新しい城には、ニンファエウムが建てられたが、 1910年に壊されている。ベルタンが最後のシャトゥー領主であった。19世紀、まず最初に穀物や野菜の生産でシャトゥー経済は発展した。1837年、パリからルペックへの鉄道路線が敷かれた。これが村の発展のきっかけとなった。シャトゥーに魅せられたパリ市民は船遊びをしたり、貸しのギャンゲットに集まった。 多くの別荘が建てられた。現代に入ると、シャトゥーにはガスが引かれ、街灯が灯され、トラムがやってきた。この時代には、市場も開かれていた。19世紀後半、シャトゥー生まれの画家アンドレドランなど印象派や、モーリス・ド・ブラマンクラ・フォービズムの画家たちがシャトゥーに、関心を抱いた。オーギュストル・ノワールは、アンプレッショニスト等のレストラン、メイゾン・フルネーズの常連客となった。 船遊びをする人々の昼食はシャトゥーで描かれた作品の一つである。1898年はコミューンの産業史に残る記念の年となった映画会社パテが工場を構えたのである。ここでは1955年当時1700人が雇用されていた。ありがとうございます。